竹原春仙が、絵本百物語より、出世ら出世らは、江戸時代の祈談集、絵本百物語にある日本の妖怪、ホラガイが数千年を経て、竜となったものとされる。絵本百物語によれば、深い山に住むホラガイが山に三千年、里に三千年、海に三千年住んだ末に竜に化身したものであり、山から、この出世らが抜けた後を、出世のホラと呼び、 静岡県古西市の演習今切れの私も、ホラの抜けた跡とされている。江戸時代の下界、竹井周作の著書、魚鏡によれば、宮間の途中には巨大なホラ貝が住んでおり、これが山中に三千年住んだ末、大規模な山崩れと共に土の中から抜け出し、さらに里に三千年、海に三千年住んだホラが、竜に化身したものが出世らだという。また、 絵本百物語によれば、ラの肉を食べると長生きをすると言われるが、実際には、そのようにして長生きした人の話は確認されていないため、これが由来となって、嘘をつくことを、ホラを吹くというようになったとも言う。ホラがが、竜に化身して山から抜け出すという話は、他の古典の文献や民間伝承にもある。東京近郊名所絵によると、 明治5年8月25日午後に激しい雷雨があり、道館山の北側の崖が崩壊して穴跡ができ、山に千年住んだホラが抜けて商店した跡だと評判になったという。この抜けた穴は明治末期まで残っており、付近には他にも抜け穴が多く、地面が急に陥没することもあったという。また、日暮里の花見寺でも明治初期の夏、 ご音とともに真っ黒いホラガイが土を蹴散らして空へ飛び去ったという伝承がある。しかしこの日暮里近辺の会議の正体は、将棋隊が残した火薬、弾丸、地雷などの自然発火や、彼らが隠れ家として掘ってあった大穴の陥没といった現象がホラガイによるものとみなされたとの説もある。松浦清山の講師屋はによれば、ホラガイは、 水地の一種であり、山腹の途中に住んでいるものとの記述がある。山が震えて激しい雷雨が起きた時には、山から飛び出すことがあり、これをほら抜けと言い,い、正体を見た者はいないが、地中から水地が現れるものとされている。室群の民族誌、室広碑州によれば、かつて、和歌山県西室郡西戸田村では、村の大池から掘らが現れたとある。大水が発生した年、 濁流の中に大きな黒い物体が流れていくのを目撃したものがおり、その後には池に洞窟ができていた。土地の交渉では、ホラガイは海、川、山で、それぞれ千年、計三千年の歳月を経た末、人通力を持つオロチとかすといい、そうしたホラガイが抜け出たものだと言われた。江戸時代には山岳を観察しながら暮らしていた山伏たちが、こうした 山中のら抜けの伝説を広め、崖などに自然にできている穴を、らと呼ぶのもらが抜けた穴という意味であり、そこから抜けたらが竜となって昇天するなどと話してまわったが、その途方もない話を当時の人々は嘲笑し、このことから嘘をつくことをらを吹くというようになったとも言う。このような俗心は、元は中国から伝わったものらしく、17世紀初頭の中国の文献。 構造組には、福建省で暴風のために洪水が起きた際、人々は水地が出現したのだろうと語ったという記述がある。ありがとうございます。